ヤクブベクの乱、ヤクブベクの乱、ヤクブベクの乱は、新末の1860年代から1870年代にかけての東トルキスタン、現在の新疆ウイグル自治区をめぐる戦乱。ムスリムの放棄の結果、ヤクブベクによって東トルキスタンは統一されたが、最終的に真の佐相島に敗れ、その死によって崩壊した。 ジュンンガルルト新朝のの東トルキスタンの覇権をめぐる、戦争は1755年,17年、清の乾隆帝は、仙台高規帝のジュンガル討伐政策を踏襲し、モンゴル軍と満州軍を動員して、侵攻を開始する。1757年2月に、乾隆帝は、オイラート人の葬滅、絶滅命令を発し、 奇戦闘員もすべて捕獲、男性は殺害、不女子はハルハブに与えられた。1759年、清志はジュンガルを平定し、ジュンガル丘陵の天山山脈役北部を接収した。この時、長恵、ジャオフイと、筆、富徳の二人の将軍は、各八千の兵で、入り地方の総統戦を行う。過去以上すなわち山狩りによって、オイラアート人は壊滅した。 新朝は1760年以降、イリ地方などへ強制移住、入植を数度にわたって行い、1764年には満州の守衛族兵士が新疆返境守備を命じられ移住した。新朝政府は1762年、天山山脈北部にイリ将軍府を設置し、貴人による軍勢を敷いた。主に、ウイグル族の住むこの地域は、 イリ将軍統治下の海部として、半部の一部となり、ムスリムの土地を意味する海峡もしくは、新しい土地を意味する新峡と呼ばれた。一方、ムスリム社会の末端行政には、在地の有力者に感触を与え、自治を行わせるベグ管人制が敷かれ、在地の社会構造がそのまま温存された。このベグ管人制は1884年の新峡省まで存続した。 こうした、ベグ制度の復活については、重構造的支配の現れとして、新朝が満州人による政府であり、感化しながらも漢民族ではない、異民族として、自らを意識した上で、チベットモンゴル・イングル、新疆との間に多重文明圏を形成し、解秩序に基づく支配構造ではなく、むしろ対等な文明共存関係であり、重構造を有していたもされる。 東トルキスタンが新朝の支配下に入って一世紀が経った1860年代の段階で、東トルキスタンは三つの道に分かれて統治されていた。イリ将軍は、エオン城に駐殺し、三祖寺の軍を統括していた。さらに、天山北路の民政を直接担当し、天山南路の民政も地元のベグを通じて行っていた。しかし、アズマジの民政に関しては、 感縮症の管轄下にあった。しかし、1820年には、高官土反国のジャハーン・ギールが、成長による統治に反発し、法者復活を訴え、反乱を起こす。法者とは、スーフィーのナクシュバンディ教団に由来し、17世紀頃から、東トルキスタン地域のウイグル人の指導者の称号で、ジャハーン・ギールは、アクタグルク、アクタク、アーファーギーヤとも、 白山島の宝舎であった。新朝は、高官土藩国と交渉し、ジャハーン・ギールの遊兵に成功するが、後脱出し、カシュガルに入り、活動を行う。ジャハーン・ギールは、支持者と共に、カシュガル、ヤルカンド、ヤンギサール、ホータンを占領する。清は、イリ将軍の朝礼、チャンリン、戦艦総督の世をすぐる春、三島順部ウルンが、 武田広無宿帝徳の際誠に鎮圧を命じ、1827年のアクスでの戦いで、ジャハーンギール軍は敗北し、1828年にジャハーンギール法者は捕らえられ、北京で同皇帝によって処刑された。1852年、ジャハーンギールの子、ワリーハンがカシュガルに侵入し、1857年には同地の占領に成功する。なお、 ワリー・ハンは、ドイツの探検家、アドルフ・シュラー・ギント・バイトを、真のスパイとなして処刑したことでも知られる。こうしたアクタグルク、白山島の反乱を受けて、清は、東トルキスタン地域に、軍五万を駐屯させ、九つの砦を築く。イリ駐屯軍の財政は、中央政府の女性に依存していたが、1840年からの、アヘン戦争、 1850年から1864年にかけて中国全土で広がった太平天国の乱。1856年のアロー戦争などのため、中央政府からの女性は見込めなくなり、イリ将軍府は現地からの税の増税を行うが、これが住民の不満を招く。1821年頃から、雲南省では、漢族と海民、漢人ムスリムとの対立が頻発していた。 1855年には所有不赤筆事で所有不所の関係地府が海民から徴兵したのに反発した漢族が海民を襲撃し、さらにそれへの報復として海民兵が昆明郊外で漢族を虐殺、さらにそれへの報復として海民が昆明駐屯軍に虐殺された事件が起こる。この事件を受けて各地のムスリムが放棄していく。 1856年には、林安府の海民が、漢族寺刑団によって、皆殺しにされた。矢野仁一愛渡に明は、この雲南パンズへの乱が、西北ムスリム大反乱の先駆とてみなしている。1856年には、と文秀が、大理など50余りの上司を陥落させると、新朝からの独立を目指して、スルターンスレーマンと名乗った。1860年には、 鶴慶、け川、安んをは、占領。翌年には、ほ山、長勝、慶東町を陥落させ、雲南省の三分の二を占領した。雲南省の馬女流は脱海戦を開始するが、鎮圧は容易ではなかった。新軍が大理を脱海するのは、1872年で、この動乱で、数十万の海民が虐殺されたと言われる。1862年に、 先生省と甘縮賞で、西北ムスリム大反乱が発生する。漢族関係による海賊の弾圧、荒い海と称して、平穏に過ごしていた、海賊市民らを虐殺したことが原因とされ、反乱は速やかに拡大した。漢族と海民との対立は、雲南や大理での衝突以来、激化しており、両州の大安市保村の漢族が、荒い海、都会と称して、 城中の海民の虐殺をはじめ、この荒い海は周辺地域へ伝播していった。ウイクル人、キルギス人、カザフ人のようなトゥルク系民族も放棄に参加したが、まず口唇を切ったのは海賊だった。1863年3月17日、水低鎮金郊の3、道賀の海民200人が、入り地方の9つの砦の一つであるタルチ城、登録騎城を攻撃した。 彼らは武器を奪って、守備兵を殺害したが、他の砦の軍によって破られ殺害された。翌年に、再び反乱が起こった。これは三素寺で同時に発生し、イリ将軍の能力を超えたものであった。1864年6月3日から4日にかけての、夜に、クチャの海民が放棄し、トュルク系住民も加わった。清の砦は数日で陥落し、 1000人の肝心兵と150人のモンゴル兵が死亡した。東トルキスタンの他の都市とは違い、町の外部ではなく内部に取り出があったからである。海民とウイグル人の主導権争いの結果、放棄には参加していなかったもののムスリムの共同体で、ツーフィートて権威を持っていたラシッティンホ者ジャを指導者に選出した。彼は3年にわたって東西に勢力を拡大し、 タリム盆地全体に支配権を確立しようと、試みたが、その木とは、ヤクブベックによって阻まれることになる。クチャの放棄の三週間後に、アズマジでも放棄が発生した。1864年、同地三年六月二十六日に、ウルムチの海賊の兵士が反乱を起こした。指導者は、甘粛省出身で、スーフィズムの一派であるジャフリーヤの指舎、アホノヤスシアキラと、 海民に好意的であった三照の作官渉であった。都市の大部分は破壊され、真の要塞は包囲された。放棄軍は西へ向かい、山寺に入り、9月16日にマナスを陥落させ、29日にウスを陥落させた。続いて10月3日にウルムチの要塞が落ちた。清の首相は火薬港を爆発させて自殺した。安氏名は精神王と称した。 ここでの放棄の主力は、ウイグル族のタランチであった。タランチはもともと、ジュンガルがタリム盆地周辺のオアシス住民をイリに移住させ、濃厚に従事させた入植民である。タランチ集団は後に、ロシアがイリを占領後、1881年に、成長へ同地域が返還される際、報復を恐れロシア領へ移住している。 満州人が自分たちを殺害しようとしていることを察知した、ヤルカンドの海賊の兵士たちは、1864年6月26日に放棄した。町の外部にあった清の砦に対する最初の攻撃は失敗したが、2000人の真の兵士たちが死亡した。午前中に放棄軍は市内に入り、7000人の肝心が殺害された。 海賊の兵士の数はわずかであったが、多くのトゥルク系住民が参加した。彼らは、形式上の指導者に、カーブルの名家の出身であるグラーム・フセインを選んだ。初週には、天山北路のイリボン地でも、マナスとウスの陥落の法を受けて、弾圧を受けることを恐れた、海民たちが放棄した。イリ将軍のジョー・キヨシは、地元の住民から腐敗した圧政者として憎まれて、 いたが、ウスの陥落後に解任されて、名著に変わった。名著は海民と交渉しようとしたが、トロに終わった。十一月十日に、商業の中心地である、グルジャと、軍事、政治の中心地のエオン城の両方で放棄があり、ウイッル人も加わった。やがてムスリムのカザフ人とキルギス人も加わる一方で、仏教徒のカルムイク人とシウェ族は、新朝の側についた。 グルジャは海民とウィックル人の手に落ちたが、エオン城の新軍は12日にわたる市街戦の末に、放棄軍を撃退した。漢人たちは、新軍の勝利を見て、新軍に協力するようになった。しかし、新軍の反撃は失敗し、大砲を奪われ、名著は過労じて捕獲を免れた。アクスとウスの陥落で、エオン城の新軍は孤立し、 名著が北京と連絡を取るにはロシアを経由せざるを得なかった。エオン城の新軍は12月12日の攻撃を撃退することに成功したが、反乱はジュンガリアの北部に広がった。カザフ人たちはかつてこの地を支配していたカルムイク人に復讐を遂げた。1865年正月、タルバガ大地区の海民指導者たちは、相互の平和を誓うために、諸地区のモスクに、 真な役人とカルムイクの貴族たちを招待した。しかし彼らがモスクに到着すると、海民たちは武器庫を占拠して、彼らを殺害した。二日間の戦闘の後、ムスリムが貯蓄の支配権を確立し、新軍の要塞は包囲された。しかし、カルムイク人の支援で、新軍は秋までにタルバガ大地区を奪回し、海民たちは逆にモスクに閉じ込められた。 戦闘の結果、著着は完全に破壊され、住民は難民となった。新朝は反乱の鎮圧のために、ロシア帝国に援助を求めた。しかし、ロシアの態度は曖昧だった。中心行使のウランガりは、要請を完全に拒絶することは、ロキヨシ関係に悪影響をもたらすと報告した。一方で、中央アジアに駐屯する将軍たちはもし放棄が成功して、 ムスリム国家が成立した場合、清を援助することは、新たな隣国との関係に良くないと考えた。結局、ロシアは、新軍のシベリア通貨とエオン城の守備隊への穀物の売却を認めたが、それ以上の援助は行わないと決定した。ロシアにとっての最優先事項は、清との国境を維持し、反乱がロシア国内に波及することを防ぐことにあった。 1865年2月、セミレチエ州中東軍のゲラシム・コラパコフスキーは、攻撃は最大の防御と考え、国境を越えて東トルキスタンを植民地とすべきと主張したが、外務大臣のアレクサンドル・ゴルジャコフは、そのような違反行為を行えば清志が反乱を回復した際に悪影響を及ぼすとして却下した。その間、新軍にとって情勢は悪化していった。 1865年4月、めぐみやすし城が放棄軍の手に落ち、満州人、しべ族、く、えべんきからなる8000人の守備隊は虐殺された。えおん城の大部分は1866年1月8日までに放棄軍の手に落ちた。食料が尽きた、めいちょは降伏を申し出た。めいちょは、金と茶を供出することで、生命と身長への中性の維持の保障を得ようとした。 しかし、放棄軍はムスリムへの忠誠を要求したため、名著は交渉を打ち切らざるを得なかった。3月3日、城塞に放棄軍が侵入し、名著は邸宅を爆破して、家族や部下と共に自殺した。こうして、イリ地方は、新朝の手から離れた。1864年夏、カシュガルでもムスリムの放棄が起き、キルギス人のシリクベックが、海民の金総員と連携して、 王を称した。だが、放棄は他の地域ほどには成功しなかった。シディクベクはイエンギサールを攻略することができなかったし、カッシュガル城内も真の協力者であるクトルクベクに抑えられていた。1865年になると、地域の制圧ができない状況に対し、キルギス人とカイミンは、高換土反国の支配者であるアリムクリーに物心両面での援助を求めた。 精神的な援助は、ブズルグ法者によってもたらされた。彼は、カシュガルの人々の宗教的な権威である、白山島、アーファー・キーヤの法者であり、ジャハーン・ギール法者の息子、ワリー・ハンの弟であった。物質的な支援として、ヤクブベクが、高換度半国の兵と共に発見された。シリクベクとハイカのキルギス人はすでに、カシュガルのムスリム地区を確保していたが、 ブズルクホーとヤクブベックが到着すると、クーデターによりその支配は打ち砕かれた。1865年3月にシリクベックは7000の兵でカシュガルを襲撃したが、ヤクブベックはわずか100名の騎兵で野襲をかけて撃退した。シリクベックの勢力を三下に収めて、勢力を拡大し、4月11日にイエンギサールを陥落させ、さらにシリクベックの残党を、 東トルキスタンから放築した。こうして、ヤクブベク政権が成立した。1865年4月下旬、ヤルカンドを攻撃したが失敗し、引き返す途中に、クチャのラシッティーンホージャの軍に遭遇し大敗した。ヤクブベクは軍を整え、新軍が守るカシュガルハンスンを攻撃した。9月1日、カシュガルベンジ大臣の経営、クイーンは自殺し、 守備の南北もは投降し、投降した者は、イスラム共演の回収を余儀なくされた。また1865年5月、シケントに攻め込んできたロシア軍との戦いで、アリムクリーは命を落とし、9月までに、約7000の兵が国境を越えて、カシュガルに逃れヤクブベクに合流した。それによって勢力が増大したヤクブベクは、カシュガルとホータンを占領した。このズルク者は、 ヤクブベックを排除しようとしたが、逆に、ヤクブベックに追放されてしまった。さらにヤクブベックは、ラシッティーン法者の勢力を打ち破り、アクスを占領し、クチャ以外の天山南路を支配下に置いた。1867年、ヤクブベックは、バダウレトハンと名乗って、名実ともに支配者となり、5月には、クチャとコルラを征服して、天山南路を統一し、シャリアに基づく統治を開始した。 ブハラハン国は、アタリク、ガジ、信仰の守護者の称号を与えた。19世紀の半ば、中央アジアへの進出をめぐって、大英帝国とロシア帝国とのグレートゲームが展開されていた。イギリスは1849年には、インド防衛のために、パンジャブ地方に進出し、ロシア帝国は1853年にシルダリアに進出していた。 1868年、イギリスが特使を派遣して、ヤクブベク政権を承認し、以後ヤクブベクはイギリスから武器供給を受ける。イギリスとしては、東トルキスタンをロシアとインドとの干渉地帯にしようとたのである。1870年、イギリスに遅れて、ロシアもヤクブベク政権を承認した。1870年には、装備を整えたヤクブベク軍は、 トゥルファンを攻略して、東トルキスタン北部と火星回廊の連絡を断ち、シロヒコトラ率いる先制省、甘粛省の海民放棄軍の残党を吸収して、勢力を増していった。1871年末までに、安市民軍を破って、ウルムチマナスピチャンを占領した。そのため同年にはロシアが、イリ地方への進駐に踏み切った。 ヤクブベク政権とロシアの関係は良好で、1872年には通商条約を締結して貿易を開始した。1874年にはイギリスも通商条約を結んで大使を交換している。さらに、オスマン帝国のスルタンのアブデュルアズイズからアミールに封ぜられ、軍事教官の派遣を受けた。1872年7月。 新朝の内部では依然として、役部べくの対応について葬儀がなされていた。主戦派である、戦艦総督佐相統は、ことは、国の大事及び外国との関係に関わり、適当にではなく、徹底的に解決する必要があると主張し受け、入られ、兵を率いて、乱州に侵駐し、新疆、東トルキスタン討伐への準備を開始した。佐総統は、 戦略的な準備工作を丹念に行い、関心急戦と呼ばれる戦略を取った。関心とは一年半の時間かけて、屯田を行い兵糧を蓄え、同時に軍の整頓を行うことで、生成の参加を躊躇する者は、給料支給の上で本席へ送還され、志願兵のみが残った結果式が高い精鋭軍が出来上がった。急戦とは、当時貧しい国庫の状態を考慮し、 戦闘が開始次第に即戦即決を務め一年半以内の時間で全勝を収める作戦である。佐藤党は軍費を白銀八百万両程度と見積もったが余裕を持たせ朝廷に一千万両を求めた。当時の財政大臣であった陳茂美木は地方からこの費用を集めようとしたが、これでは時間がかかる上に全額集まる、どうかも怪しいのは目に見えていた。 しかし軍機大臣の文章、ウェンシャンが、同智ミカドおよび摂章である政大公に陳情し、皇帝の指示を受け国庫から500万両が捻出され、また諸外国から500万両を借還する承認を、賜り、1000万両の軍資金を賄うことができた。また、大英帝国および、ロシア帝国から新式の武器の供給を受けていた役部、ベ軍に対抗するため、佐相党は、蘭州に、 武器製造省である、蘭州製造局を設立した。彼は、甲州や石膏から武器製造のエキスパートや職人を招き、外国の技術を取り入れ新式の武器の製造に成功した。それと同時に、佐藤島は蘭州に、甘縮防食総局を設立した。これは中国における最初の機械的な防食工場である。1874年。 心境出兵に対し、朝廷内で、また葬儀が発生した。解剖派と、細胞派の解剖、細胞論争である。李工省に代表される、解剖派は、心境を放棄し、資金を解剖に回すことを主張。彼は、権竜廷の心境平鎖から百数十年余りの、間、統治維持のために、毎年数百万両の白銀が費やされていることを、指摘し、国庫を空にして、 生成を行うよりもイギリス人の条件をのみ、役部べくの独立を認め調校させればよいと主張した。一方、細胞派である佐相党は、新疆を失えばかの地は、必然的に、イギリスかロシアへ強化に入り、中国は、西北部の防御のようを失いかえってもっと多くの、兵力を西北防御に費やすことになり、新疆を失えば国威が衰え、民心を失い、 諸外国は付け上がるゆえ帰って解剖に支障を足すことになるだろうと主張した上層文を1875年に提出した。結果、佐藤党と同様な見解を持っていた軍機大臣、文章の指示もあり、公所定及び摂政,政大公は佐藤党に同意した。佐藤党は、金佐大臣に任命され、金順を副将に、新境討伐が決まった。 1876年4月の出兵時には、先方部隊を率いる徴用に空ーむる、はみで両職を集めさせていた。佐相党の指揮する軍として、竜近党の将軍25 a 徴用軍14 a 女占い、兵の職軍5英があり、これに、東トルキスタンの各拠点の進軍を合わせることで、不評、騎兵、砲兵合わせて150 a 総数8万人となった。 佐相党は、宿州、現在の主戦にて、劉近東と、近順に二手に分かれるように命じた。劉近東は北路を行き、近順は南道を行き、クムルで合流することとなった。劉近東軍が先にクムルに入り、ウルムチ近郊のジムサルを占領した。ヤクブベクは、新軍の進行を聞き、馬人徳、アーキラ、白彦、トララウルムチなど、東トルキスタンの用地に配備した。 主力の2万人はトゥルファンと特寸にあり、ヤクブベクは特寸で特戦に当たった。8月上旬、劉近東軍と金順軍はウルムチの北の用地の米戦を包囲した。17日、大砲で城壁を破壊した後、城内に入り、数日の激戦の後に制圧した。そしてそのまま勝ちに乗じて、ウルムチを占拠した。ヤクブベク軍の白彦トラは、 直寸に逃れた。金淳はそのまま精神したが、三次社比利と、太人々マナス、北城の守備兵は戦わずして退却し、金順は、マナス南城を攻めたが落とすことができなかったため、竜金刀と入将軍、坂江明の援軍が到着した。その結果、11月6日に陥落させ、東ずと天山北路は、新朝の支配下に入った。 1877年4月14日、新軍は数ヶ月の休息の後、天山南路に向けて新軍を開始した。劉近東軍はウルムチを南下し、16日には達しキを包囲した。18日に城外に砲台を築き、翌日から攻撃を開始した。ヤクブベク軍は突破を図ったが失敗し、投降した。同時に、朝陽軍と ジョウ・ラナイ・ヒョウ軍がトゥルファンに迫った。4月26日、リュウ・キントウ軍は特寸を占領した。ヤクブベクはカラシャールに逃れ、後にコルラを守らせた。その後、徴用軍とジョウ,ウ・ョウラナイ・ヒョウ軍はラ・ナガヒロの将軍と協力してトゥルファンを陥れた。この時、天山南路ではヤクブベクの統治への不満が増大しており、ヤクブベクは大勢は去ったとして自殺した。 毒殺されたとの説もある。薬部ベクの死後は、白彦ラと薬部ベクの長子のベククーリベクが抵抗を継続した。この時、李口省らの働きかけで、軍費がかかるので、兵を休めさせようとの直令が下ったが、佐相党は戦争の継続を説いた。聖大公は、佐相党の論に納得し、戦争は継続されることとなった。また、このゴロロ戦争が発生しており、 金潤は、この機に乗じて、入り地方を奪取すべきと提案したが、佐相等の取るところとはならなかった。9月、新軍は精神を開始し、カラシャールとコルラの守備兵は戦わずに、クチャに退いた。10月18日、竜金東軍は、クチャを攻略し、白彦トラは西に逃れた。24日には、アクスを、26日には、ウシトゥルファンを占領し、 東の四条を手中に収めた。さらに西のヤルカンド、ヤンギサール、ホータン、カシュガルの守備軍を恐れて内部から崩壊を始めた。ヤクブベク軍に降伏していた全カシュガル守備の南保、雲脇に乗じて、満州人と漢人数百人を率いて、漢人居住地区を占拠した。劉近東はこれを聞いて、前進を始め、12月下旬までに西の四条を陥落させた。 ベック・クーリーベックとシロヒコトラはロシアに逃れた。この時にシロヒコトラに従った海民の子孫が現在のドンガン人である。戦闘は終結し、山中のキルギス族も新軍に服属した。こうしてイリを除く東トルキスタンは再び新の征服するところとなった。イリ地方は1871年以来ロシアの支配下にあり、 その貴族が問題となっていた。1880年、佐相党は新疆省の設置と入り変換の交渉を定義した。提案は採用され、高志奴が全権大使としてロシアに派遣された。ロシアは入り地方の割譲と賠償金の支払いと通称を要求し、この要求を重諾した。佐相党はこれに反対し、政大公は高志奴を罪に問うた。 代わって、ソーサムサワがロシアに派遣されたが、佐相島は、入り方面に兵を動かし、ロシアに圧力をかけた。ロシアは、ロト戦争の直後であり、戦争は避けたいというのが本音であったため、妥協することとなった。こうして、入り条約が結ばれ、清市は入り地方の一部を回復し、賠償金も減額された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。